ゾロフト上 25mg セルトラリンは、選択的セロトニン再取り込み阻害薬と呼ばれる、抗うつ薬の一つである。アメリカでは1991年に承認され、ゾロフトの商品名でファイザーより発売されている。日本では J ゾロフトの商品名で2006年より薬化収裁。2016年から抗発薬が発売された。適用は、うつ病、うつ状態、 パニック障害、心的外傷後ストレス障害、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律における劇薬である。互い行為と抗うつ罪との因果関係が否定できない症例が確認されたことから、2009年5月に厚生労働省より添付文書の改定を指示され、重要な基本的注意、自殺機との中に、 攻撃性のリスクが明示された。パローキセチンとともに添付文書の改定が指示され、身長等予の高の創病の起用歴のある患者が、創鬱病患者となった。アメリカでは、鬱病、脅迫性障害、パニック障害、心的外傷後ストレス障害、社交不安障害、月経前、不快気分障害の適用がある。セルトラリンは、 無臭白色でやや水に溶ける結晶である。セロトニン再取り込み阻害作用は、スリーの中で強い部類である。セルトラリンは主にサイプ 2D6 で代謝され、活性代謝物には、N 脱メチル体があるが、濃度や活性化が低く、臨床では問題にならない。また、セルトラリンのチトクローム P450 の阻害能は、スリーの中で最も弱く、薬物相互作用も、 比較的少ないとされる。本剤は肝臓で代謝されるため肝機能障害は体内から本剤の排出に影響を与えることがある。肝機能に障害を持つ者への投与はより少ない量を投与するか頻度を減らすべきである。また、本剤を服用中の患者は飲酒を避けることが望ましいとされる。胃腸障害、軽眠、頭痛、硬活、不動性めまい、 新鮮などがある。また、患者の0.5%に、創病や軽創病を誘発することがあり得る。特に吐き気は、最も多く見られる副作用。ありがとうございます。